皆さんこんにちは、セクシー女優の小島みなみです。今回はゾーン企画コンドーム装着選手権なんですけれども、選手権一人じゃ開催できないので、事務所のキャワイイ後輩ちゃんたちを呼んでおきました。どうぞ。こんにちは。こんにちは。あ、キャワイイ自己紹介お願いします。クリちゃんこと栗山リオです。はい、白戸花です。かわいい。よろしくお願いします。クリちゃん、はい、花ちゃんでいいですか？あ、アナちゃんって呼んでもらってもいいですか？アナちゃん、はい。花って、うん、HANA って書くじゃないですか、はい、それでエッチなアナになるんですよ。すごいですね。それ誰が考えたの？あ、自分で考えました。すごいすごい後輩がやってきました。なんかさ、いろんなことがありました、うん、よし、じゃあコンドームを装着しようの時間、うん、暇じゃない？わかります。めっちゃ何して過ごしてる？気まずいですよね。気まずいの。私いつもこうやってじっとこうやって見つめてるだけなんですよ、うん、かわいい。でも私も見つめてるんですけど、うん、なんかこう、まあ、大体こう正常位で入れるじゃないですか、うん、この体勢でこうつけるじゃないですか、うん、このこうなんか見下されながらこうつけてる感じもキュンとしちゃいます。あ、な、待ってる時間キュンってしてるの？してますね。嬉しい。なんかやっぱりどう過ごすのが正解かわからなくて、うん、私はね、うん、考えたの、うん、そして思いつきました、うん、コンドームを私たちがつけてあげればいいんだと。うん、あ、嬉しい。嬉しい。はい、ということで誰が一番上手につけられるか競っていきたいと思います。はい、ゾーン。さあ、ルール説明といたしましては、はい、こちらの透明なカッチカチの棒、これがあれです。はい、あ、あれですね。あれですね。で、競うポイントといたしましては、芸術点、エロさとか大事ですよね。雰囲気すごい大事なので、そういうことを技術点といたします、うん、そして正確性、それはちゃんと装着できているか、これもすごくコンドームを作る上で大事なポイントで、うん、一番大事ですね、うん、そして時間、速さですね、うん、手際が悪いとちょっとあーんってなっちゃうので、その時間、うん、それぞれ5点満点で15ポイント満点となっています。はい、自信はありますか？なんか全然、なんか自分で恥ずかしながらつけたことがあんまりなくて。でも私の前情報だとクリちゃんマジエロい女なんですよ。すごい上級者なの。え、そうですか？なんか様々なアイテムを駆使して、うん、なんかすごいし、なんか攻めも受けもどっちもできるみたいなイメージだから、うん、なんか手強そう。おちんちんにあんまりつけたことないんですけど、うん、他のものとかにはちょっとつけたことがあるので、それは自信がありますね。何につけるの？気になる、気になる。ハナちゃんはどう、自信は？え、結構あります。おお、やっぱね、セクシー女優たるもの、うん、このくらいはスマートにできないと。確かにそうですよね、はい、うん、私も自信とってもあります。なぜならば、はい、やっぱゾーンのアンバサダーというね、うん、看板をしちゃってますから。確かに、うん、頑張りたいと思います、うんうん、ゾーン。もう我慢できなくなっちゃった。しよう。ギンギンだね。すぐ入っちゃった。今日は私が攻めるね。ねえ、もうあなたのゾーンがもうほんとこんなゾーンゾーンしちゃってるね。これどうしようかな。つけてあげる、うん、すごいゾーンだね。、うん、
すっごいもういっぱい吸っちゃうから。綺麗にとんがっちゃったねえ、今からいっぱいゾーンしよう。ねえ、すっごいもうこんなんなってるよ。あ、先っちょからなんか出てる。ねえ、入れたくなってきた？入れたいって言って。いいよ。てれれれてれー、コンドーム。すっごい硬くなってるじゃん。いつもより元気いっぱいだね。ねえ、つけてるとき、みなみのことずっと見てて。ねえ、今からはいゾーンしよう。挿入ゾーン。3人ともお疲れ様でした。の芸術展から発表していきたいと思います。はい、せーの、じゃーん。あー、一緒。おー、やったー。一緒だ。どうだった？いや、もう非常にゾーンでしたね。おドキドキも止まらなかったね。ありがとうございます。なんかあのさ、出した場所が良くない？そう、ここだよ。そう、いつの間に挟んでたの。しかもなんかそのなんかドヤとかじゃなくて、なんかもうちょっと恥ずかしいみたいな。うん、なにこのキュンキュン。この気持ちは何？可愛かった。可愛かった。彼女が欲しい。うん、やったー。続いてはくるちゃんの芸術展を発表していきます。はい、せーの、じゃーん。やーい、100点。100点100点なんてあるんですか？いや、もうだってさ、もう全部想像以上じゃない？うん、まずなんか美味しかったんでしょ？すごい甘かったんですよ。味わってましたよね。コンドームを味わいながらつける。全部想像以上だったんですけど、あの、私途中のゾーンがゾーンゾーンしてるっていうのがずっと頭から離れなくての、4点でした。もう言いたくなっちゃうんですよね。ゾーンがゾーンしてもどこのことかわかんないけど、なんかエロいゾーンゾーンゾーンみたいな。びっくり、仰天の、さすがでしたね。うん、それでは小島の芸術展お願いします。せーの、じゃーん。あ、おー、2人とも満点。すごい素敵でした。もうこんな彼女いたらもう毎日ゾンゾンしちゃう。最初のあの恥じらいの症状からのテレレレレレでここから出てきて、楽しませつつ、もう最後にはちゃんともう乗っかっちゃうっていう、もう素晴らしかったです。ありがとうございます。あの、乗っかってるとこスタートなのが ね、またよかったですね。最初なんか動いてましたもんね、ちょっと挟んで。膝向きだよ。勉強になります。さあ、ということで総合の点数を発表していきたいと思います。はい、はい、全ての点数で揃いましたので発表します。はい、はい、まず芸術点が小島さん10点、はい、アナちゃんが8点、で、クリちゃんが104点。で、正確性に関しては皆さんバッチリということで減点なしでした。おお。でですね、速さも、クリちゃん、お、一番速かったということで、優勝栗山さんということで。確かに瞬きする間にもうついてたもん。確かに、うん、一瞬でジュルッと行かせていただきました。じゃあ優勝した栗ちゃんにはこちら、はい、ゾーンさんのコンドームプレゼントします。おめでとうございます。やったー。何に使おう。やっぱね、ゾーン
でゾーンしてください。はい、はい、ゾーンさせていただきます。すごい楽しかったね。ねえ、すごい楽しかったです。いや、コンドーム自分でつけるのも久しぶりだったから。久しぶりだとかやらない結構じゃないよ。さあ、何か告知とかあったら。はい、うん、あ、私実はクリチューブっていう YouTube を自分で編集しながら一人で頑張ってるので、ぜひ見てください。お願いします。Twitter と Instagram、TikTok やってるので、うん、そっちぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。とっても可愛いお二人に会っても幸せいっぱい、心がゾンゾンです。よかったらまた来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ゾーン。というわけで、今日は可愛い事務所の後輩二人と装着訓練していきました。女性の方はちょっとでも参考になったら嬉しいです。そして男性の皆さん、コンドームをつけてるその時間とっても気まずいんです。ぜひ素敵な雰囲気作りをしてください。生感覚のゾーン、生感覚を超えるゾーンプレミアム、一緒にゾーンしよう。ご視聴ありがとうございます。